じゃあこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、はい、今日も三連戦振り返るの時間です。そうだね。はい、なんかね、あっという間に来ますね。本当だな、うん、まあただ気温も上がってきたしね、うん、まあ戦いやすくはなってきたかなという感じはするけども ね、急激だとね、また体慣れるの大変ですけど、まあそうだね、外の試合はね、はい、はい、まあ今回の三連戦はどうだったかなということで、はい、まあ、かんばゆちーちゃん、はい、今日もよろしくということですね。お願いします、はい、まず結果から見ましょう。はい、はい、こうなりました。はい、ね、今回もちょっとホームチームが全部負け越してしまったということですね。そうだね。はい、今回は全部3試合ありまして、はい、はい、ヤクルト対阪神は阪神が2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、巨人対 DeNA は DeNA が2勝1敗の勝ち越し、はい、はい、広島対中日は中日の3連勝ということになりました。はい、はい、それではまずはヤクルト阪神から、はい、ね、うん、ヤクルトの先発ピッチャー、はい、サイスニード、うん、吉村、はい、ヤフーレ、はい、ね、対する阪神青柳、うん、大竹、はい、佐伯、はい、ね、1試合目、7対6、うん、まあ、阪神の勝ちということで、まあ、この試合はね、なんといってもね、中継ぎの差が出たね、うん、で、まあ、ヤクルトの方は8回、9回、10回で、4失点してるんだよね。そうなんですよね。結局延長で阪神が勝ったんですけれども、でね、8回にね、長岡の貴重なホームランが出るんだよね、うん、突き放す、はい、まあ、しかし9回に3四球と、うん、阪神の打者が選んだのか、ヤクルトのピッチャーが攻められなかったのか、うん、これはなかなかこう分からないけども、うん、まあ、これ3四球を取るっていうのはもう阪神ペースになっちゃったということだよね、うん、で10回には勝ち越しのホームランをサトテルが打つという、ね、まあ、見事なホームランだったけどもね、うん、まあ、サトテル良くなる良くなるって言ってたけども、まあ、だいぶ上がってきたね、やっぱりね、なんかね、本当ね、試合ごとに徐々にということですかね、まあそうだね、うん、まあさすがに阪神の中継ぎ陣、うん、やっぱりよく粘れるし、うん、まあ、頑張ったなという反面、はい、まあ、ヤクルトのピッチャー高津監督も我慢してね、投げ切らそうとするんだけどもさ、まあ、9回なんかは、うん、でももうやっぱ我慢できないよね、あれは、うん、大西に変えていったけどもさ、はい、なんか大西を見てると、まあ、押し出しもあったりとかもしたけどもね、うん、なんか気の毒に見えたな、うん、まあ、だけどフォアボールを阪神に与えるということは阪神ペースになってしまうということだよね。ね、2試合目、はい、4対3、うん、阪神、はい、ね、3回、まあ、サンタナとか長岡で2点を先制するんだが、うん、まあ、4回に近本のホームラン、大山のタイムリーで、まあ、追いつき、7回佐藤がツーランを打って勝ち越すという、だから点を取った後にすぐ点を取られてるというね、うん、まあ、こういうことがなんかこうヤクルトが今もたついてる原因の一つかなというね、うん、だからその野球の流れって点を取った後に点を上げなければヤクルトのペースになるんだけど、うん、まあ、阪神が少し乗ってきたっていうのは点を取られた後にすぐ返せるというね、まあ、そういう、まあ、昨年みたいな強みも出てきてるよね、うんうん、で佐藤輝がまあ、またツーランをホームランを、突き放すわけだけども、うん、今年の阪神はね、まあ、昨年比と比べるとホームランがもうやたら出てるんだよね。なんかこうね、あの雰囲気を変えるホームランっていうような話も何度もね、まあ、まあそうだね、出てるので、やっぱそうなんですかね、うん、だからまあ近本もホームラン打つし、まあ、里照が打ち出したしみたいな、森下が打つしっていうことで、うん、まあ確かに甲子園本拠地でやってないっていうこともあり、まだバンテリンに行ってないっていうこともあって、なんか今年の阪神はホームランが多いなっていう印象があるよね、うん、ね、あの吉村もねすごく良かったんだけど、はい、なんかこうやっぱちょっともったいないかなっていうような、うん、まあ、失点をするよね。で大竹っていうのは昨年ほどは良くないなっていうような感じがした、この試合で見る限りではね。まあだけどこうやって打ってくれるとね、まあ頑張れる子だから、だからまあこの勝ちはまあ大きいかなっていうふうに思うよね。ねえ、はい、はい、で3試合目、はい、まあ初回のオスナーのツーランが出るんだよね、うん、また先制されるんだよ阪神、はい、で結構ね
今年の阪神って先制されるケースが多くて、普通先行逃げ切りなんだけどもさ、うん、なんか先制されることが多いよね、うん、だから非常に苦しいゲームを余儀なくされるというか、これはピッチャーのっていうところなんでしょうか。うん、まあ、ピッチャーの出来がね、立ち上がり、うん、多少昨年とはちょっと違うかなというね、そういうところですか、うん、そういうところがあるよね、うん、まあ、しかしね、はい、まあ、3回に近本がタイムリー三塁打を打つんだよね、うん、で問題はここからなんだよ。一子三塁、うん、ね、まだ得点のチャンス、はい、まあ、後続が倒れてものにできないという、うん、まあ、ここら辺がねちょっとタイムリーが出ない、まあ、ホームランで今はなんとか勝ってるというような、うん、まあ、そんな現象になってるのかなっていうようなことになってるよね。なるほど。だからここで取れなかったのが結局最後の最後まで響くという、うんうん、でなるほど。この試合で打順をちょっといじってきたんだよね、はい、森下を休ませ、前川を3番に入れるというね、うん、その前川が、まあ、3度の塁かな、3度の、まあ、塁置きのチャンスがあったんだけども、うん、まあ、そこでボンダをしたというね、うん、前川って上位を打つよりも5、6番の方が合ってんのかなというような気がするけどね。それはあの本人の気持ち的にもとかそういったこともあるんですか。やっぱね、打順の巡りってあって、うん、やっぱこう3番って結構早いんだよね、うん、で5、6番って結構ゆっくり回ってくるんだよ、うん、まあ、そういうリズム感がちょっと合わなかったのかなという感じがするよね、うん、はい、なるほど。でこの試合ね2対1でずっと行ってたんだけども、はい、まあ、8回オスラの打球をサトテルがエラーをして、うん、これは2点差になるんだわ、はい、で相手のその、まあ、田口がいないとか、中継ぎは多少不安があるっていう風になってくると9回1点差で迎えるのと2点差ではもう相当なプレッシャーが違ったと思うんだよね。そうですよね、うん、だからそういう面ではこのエラーっていうのはね、ちょっと大きなエラーに、まあ、3戦目はなってしまったかなという試合でした。はい、はい、ね、まあ、ただ阪神はね、うん、まあ、徐々に良くはなってきてるね、はい、うん、だからまあこれからがちょっと楽しみ、ね、まあ、ヤクルトは、まあ、その中継ぎ陣が1イニングでいいから、うん、1イニング1イニング1イニングを完結できたら、うん、そんなに悲観することはないね。なるほど、はい、そこがポイントですかね。ポイントだね、はい、はいはい、続いて巨人対 DeNA、はい、巨人の先発、うん、戸郷、グリフィン、高橋礼、はい、で DeNA は東、ケイ、大貫という投手で始まったけども、まずはやっぱこうエースの投げ合い、うん、ね、非常にいい投げ合いだったよね、はい、ただ一つのこれ油断ではないと思うけど、うん、牧の盗塁が絡んだシーンがあったんで、このやっぱエースとの投げ合いって点は取れないし活発に打つゲームには大体ならないよね、はい、まあ、そうなってくるとやっぱちょっとした油断をつく隙をつく、うん、これは牧の盗塁っていうのは効果的だったね。うん、なるほど。で続くなんていうのその宮崎が、うん、まあ、ショートゴロだったんだけども、まあ、進塁打を打ち、うん、まあ、関根が打つというね、うんうん、いうことだったんだけども、まあ、この試合でファインプレーもあったんだよね。同点機で、はい、センターに抜けようかってするところを牧がファインプレーをして、ね、未然に防いだという、うん、ね、だからこの試合はなんかこう牧が流れを作り、うん、まあ、勢いをつけたというね、うん、まあ、牧で勝ったというふうに言ってもいいんだけども、はい、まあ、ジャイアンツもチャンスがなかったわけではなくて、うん、まあ、9回山崎康明が2ストライクから門脇に投げた多分ナックルボールだったと思うんだけど、うん、もうナックル投げますっていうようなフォームで投げてんだよね。で門脇が遅いボールっていうのを反応してそれを引きつけて見事に レフトにヒットするんだよ、はい、で続く丸、はい、でねその時のねマウンドでの康明の表情っていうのがさあ、しまったっていうような顔したんだよね。それは門脇選手に対しての、うん、そうそう打たれたことに対してね、はいはいはい、ああちょっと焦っちゃったかなっていうような、うん、で続く丸にどうするかなと思ってたの。はい、3番ね、うん、でやっぱりこう若手が多いんだよね、うん、ジャイアンツの中に。そうですね、先発する守備固めに行く、
選手を変える非常に若手が多い中で、まあ岡本坂本にかかる期待っていうのはすごく大きいと思うんだよ、はい、でその中で丸にバントをさせた初球、うん、これが、セカンド封殺になっちゃったんだよね、はい、俺は見ていて、うん、打たしてほしかったんだよね、うん、で丸みたいなベテランだったら、うん、俺カウント作ってエンドランでもいいなと思ってたの、うんうん、でも初球バントだったんだよね、はい、まあ、それが失敗をして丸にダイソー出さないのかなと思いながらも出さず、うん、岡本先生これフォアボールですか。ああフォアボールか、うんうん、フォアボールでつなぎ、はい、まあこれもいいフォアボールだったけどね、うん、まあ坂本はい、ワンアウト1、2塁という、ね、場面になりましたね、うん、まあダブルプレーで、まあ、ゲームセットという、うん、なんかこうみんなももやっとした感じで終わったようなゲームだったね。これ結果丸選手のバントが成功していたらっていうような話にはなってくると思うんですけど、まあ、まあそうだね、まあ、1点差っていうかね、その1点差で9回裏ってなんか難しい、難しいなところだと思うんですけど、だからこれは監督が決定権があるからさ、うん、我々は何も言えないんだけども、はい、まあ、例えば俺だったら丸がゲッツー打っても岡本の一発をお前同点にしてきてくれっていうような、ねね、まあ、そんな感じだったかなっていうふうに、ね、後ろ4番5番なんでね、そうそうそう、うん、だからまあちょっともやっとするね、おそらくそんな感じになった方も多かったかなっていうような9回でしたかね、はい、うん、で2試合目、はい、6対4 DeNA、はい、うん、4回に萩尾浅野の打点でね、うん、まあ、逆転するんだよね一時期、そうですね、うん、はい、だけど5回佐野のタイムリー宮崎に押し出し、うん、うん、ここでグリフィンにね早々に変えて、うんうん、井上松井っていう若手のリレーに来るんだよ、はい、で状態のいい DeNA に対して持つかなと思ってたら、うん、やっぱ持たなかったね、うん、松井が2つの押し出しかな、ね、フォアボール、まあ、井上がねピンチを作りみたいな、うん、で一方上茶谷、はい、DeNA の方は2番手で投げてくるんだけども、うん、はい、まあ、3イニングを無安打無失点というね、うん、まあ、ここら辺の差が出ちゃったゲームかなっていうような感じがするんですね。なるほど、うん、それと、まあ、浅野とか、うん、萩尾とか、うん、まあ、いろいろ若手を外野手で使ってるけども、うん、もう少しこう連携の練習をした方がいいかな、うん、なんかぶつかりそうで譲り合ったりとかさ、はい、あぶつかるんじゃないかと思いながら交錯したりだとかさ、まあ、ああいうことってなんか大怪我につながらないかなと思って、うん、ちょっと心配な部分があったね。うん、まあ、何度かねちょっと今までの試合でもそういったシーンはまああったね、ありましたかね、うん、ただこの試合っていうのはなんて言うんだろう、やっぱ外野際どいとこ飛んでたから、うん、ちょっと球際という意味ではね、うん、ちょっとジャイアンツの方が弱かったかなという、やっぱこう送球ミスがねちょっと目立ったねこの試合はね、うん、まあまあそこら辺をやんないと、はい、しっかりね、はい、やっぱミスした方が負けるというね、はい、まあ見本みたいなゲームだったかな、うん、まあこうね、はい、こう均衡した試合だと余計にそうですかね、そうだね、うん、で3試合目、はい、3対0、うん、ね、高橋礼先発、うん、1086日ぶりの勝利、ね、もうほんと長かっただろう ね、 ねおめでとうございます、ほんとおめでとうございます、はい、林のエラーからゲームが動き出す、うん、林も久しぶりっていうか、まあ、先発で使ってもらって、うん、まあ硬くなったのかどうかわからないけども、うん、まあ大抜き目悪いわけではなかったんだよね、うんうん、で初回ポンポンとツーアウト取り、うん、丸の打球をねスルーしちゃうんだよエラーを、はい、あれどうしちゃったのかなと思ったから岡本、坂本の連打で、まあ、2点をね、はい、まあ、先制されるという、うんうん、でこの岡本、坂本っていうのをさ初戦は坂本が最後のバッターになってる、はい、ダブルプレーでね、うん、で、昨日は岡本が、キャッチャーのファールフライで最後のバッターになってる、はい、でその時にね岡本の表情を抜いてたらね、うん、ものすごい悔しそうだったんだよ、うん、打てるボールだったのか読みが間違えて打ち取られたのか、うんうんうん、もう本当にね悔しそうな顔がもう伝わってきた、
でこの2人が1、うん、2戦目の2人がなんか勝敗に絡んできたなっていう、だからねすごくジャイアンツのやっぱ柱じゃないこの2枚っていう、だからなんかすごく意地を感じたね。だからすごくこの2人の活躍っていうのはなんか今日は想像できたというかね、はい、まあ、そんな感じがするよ。でも高橋礼が勝つ ね、よかったなと思うのと、はい、まあ、大貫がねやっぱ DeNA は勝てないと、うん、ちょっと足取りが少し重いかなという感じがしたね。はい、まあ、そういうゲームでした。はいはい、続いて、広島、はい、ね、中日、うん、広島の方は栗、はい、ハッチ、黒原、はい、で中日の方は柳、うん、涌井、メヒア、はい、で中日の3連勝、うん、ね、はい、初戦1対0、まあ、柳に対してはやっぱこう援護点がないなと思うの思うけど、不利に対してもないよね。そうですね、エース同士の投げ合いで不利、うん、8回4安打1失点、ね、ね、柳7回5安打無失点、うん、ね、先あの8回、はい、まあ、この試合を決めた1点っていうのは、うん、まあ、先頭の中田翔がレフトに2塁打打つんだよね、はい、で続く細川、うん、ね、まあ、ダイソーの田中美希が出てるんだけども、はい、中田に代わってね、うん、で右打ちをしながらヒット打ったんだよ、うん、最高のバッティングしてくれたんだよ、はい、ランナーを進める、ね、なおかつヒットになった、うん、でライトがねちょっともたついたんだよね、うんうん、一瞬止まったんだけどさ、うん、それを見てファンブルしてるのを見て田中美希が機転よくホームを落とし入れたという、うん、あ、なんか栗にとってはかわいそうでしょうがないような当たりだったけどもね、結局この1点がね、うんうん、で中日は完封リレーというね、はい、まあ、柳に勝ちがついたと、うん、ね、援護点がなくても、まあ、なくてもっていうか1点あってね、それがね勝利投手に結びついたら非常に良かったなというふうに思うけども、はい、やっぱこう立浪監督が手を打てるようになったね。まあ例えば中田翔にダイソー出す、はい、あ、なるほど、ダイソー出すにしてもやっぱ質っていうのがあるからさ、うん、やっぱ田中美希也ってやっぱ野球小僧だよ本当に好きで野球やってきたんだなっていう、で野球を小さいけどもやっぱ大きい人に負けないようにとか、うん、じゃあ自分は特徴なんだって言ったらやっぱ足とかね、うん、まあ、そういうことを磨いてきた選手だなと思うのが、うん、やっぱサードで止まりかけてもやっぱボールから目を離さないんだよね。ね、判断素晴らしい。そうで、コーチもいるんだけどもさ、うん、コーチの判断よりも早くスタートしてるようなホームに対して、うん、だからそれは見事だったなっていうふうに思ったよね、うん、ただ栗がかわいそうだね。ねえ、うん、はい、はい、で完封負けというね、うん、1試合目はね、はい、で2試合目、はい、でこの日はね、ハッチと涌井、うん、まあチームとしては同じ10安打を打ってるんだよ、はい、うん、だけど涌井が抑えて、まあこれも完封リレーでゼロに抑えるという、うん、で涌井を見てるとねやっぱ低めに丁寧に投げる術があるのと、うん、やっぱ低めでストライクで、その低めでボール、これを振らすとか、やっぱ投球術が素晴らしくあるね。うん、だからなかなかやっぱ10安打打てたとしても、塁上にぎわいしてたとしてもホームはなんかすごく遠く感じるような、まあそんな感じがした。うん、でこの試合で、まあ、3回、はい、まあ、中田翔が犠牲フライ、うん、5回には細川のツーランホームラン、まあ、6回には田中美希がタイムリーヒットと、うん、まあ田中ミキは守備でもね、うん、すごい貢献をしてるんだけども、はい、なんかこの3、1、2戦見るとさ同じ名前しか出てこなくない、なんかね、まあ、他の人も頑張ってるんだ。いや、もちろんそうなんですよ、他の人も頑張ってる、ピッチャーも特に頑張ってるんだけどもさ、うん、まあだけどやっぱね修羅場をくぐってきた人、まあ例えば中田翔なんていうのはさ3球団目だよね、うん、で細川なんていうのは12球団の、ね、現役ドラフトで来たって、うん、もう後がない、うん、田中美希は、ね、大病を克服して
野球ができる体になってよしって思った矢先に怪我をして1年目でね、うん、で今年にかけてるという、はい、なんかこうすごくストーリーがあるんだよね、うん、活躍してる、うん、あだから頑張ってほしいなと思うし、うん、ただその広島2試合連続完封、ねね、これどうしたんだっていうな10安打打っていて0っていうのはある意味どうしちゃったの、まあ、そうだな、まあ、そう考えるけどでもね涌井はねランナー出してからものすごい丁寧だったの、うん、で涌井が投げてる時にやっぱ細川は気をつけないといけないな、うん、もうこインタビュー受けてたけどいや涌井さんにはいつもお世話になってるんでってまた肉でも食わしてもらったんだと思うよそれがパワーとなってホームランになったと思うけども、うん、まあでもねストーリーがあるなんか勝ちゲームだったなっていうふうに思うよね、はい、で3試合目、うん、黒原メヒアね、うん、1-0、また全部完封されてんだよ、ね、で広島が3連続完封されるのは、うんまあ、3年ぶりだ、うん、ねやっぱこう屈辱的だよ ねでそれもホームでだからさ、うん、でこの1点を取ったのは5回うん、上林、まあ、宇佐美の二塁打で、先制するんだけどもさ、うん、まあだけど何て言うんだろうな伏兵というかさ、うん、こういう人たちが1点を取ってきてくれたということ、うんまあ、それとこの最大の山だったのが8回、はい、ワンアウトから矢野ヒット、うんね、ダイソー初期を使う、うん、矢野も足速いんだよ、 そうですよね、まあ、だけどそれ以上に速いのが初期、うん、ねで続くバッターに代打松山レフトへ二塁打、うん、一挙にホームを狙ったんだけど、うん、まあワンアウトでしょ、まあ、だけどリクエストが出るぐらいのタイミングだったんだよね、ねうん、難しいですね、うんうん、で、うん、覆らなかったというねそうです でもなんていうんだろうそのぐらいのタイミングで、うんまあ、サードコーチャーが、うん1-0、うん、一塁ワンアウト、ね、回すか回さないかっていうのはすごく判断迷ったと思うんだよね、うん、だけど間一髪でしょこれ難しいですね難しいんだよ、うん、それと2試合連続完封されてるっていうのがさやっぱ回しちゃうんだよねどうしても1点欲しいというね、まあ、そうでまたこの試合が1点差のねそう1-0だからさいろんなことが絡んでのまあまあそうだね、うん、だからまあリクエストもね実らなかったというね、うん、でこの試合でね、勝つのが8回で投げたんだけど、はい、斉藤に変えるんだよね、うん、小園の時に、はい、でね加藤にキャッチャーが変わってるわけよ、うんで追い込んでから、はい、スライダーで勝負いくんだけども、うん、ものすごい球を加藤が止めたね、うん、あキャッチャーがねキャッチャーブロッキングを、はい、いやこれはね見ててね、うん、冷や汗出たよいやあらってね、うん、いや加藤が本当によく止めた、うん、でもこういう修羅場をくぐっていった選手たちっていうのは、うん、やっぱ中日強くなるよこれうんうん、あのブロッキングはなかなかできてない、うん、あのできないなるほどあこれ宇佐美だったら多分宇佐美には申し訳ないけど、うん、あの反応は効かなかったと思うよなるほどそのぐらいすごかった、うん、でも投げた斉藤も度胸よくね、うんうん、まあ投げ切ったけどもね、はいまあ、ここら辺がやっぱこう投手陣がいいって言われる、うん、まあやっぱ気持ちも強いし精神的にもね、しっかりしてるというねあまあ見事な3連続完封だったけども、ねまあ、広島ちょっと頑張らないかんな、ね、なんかちょっとしたことの積み重ねがこういう3連敗というような結果になってしまうんですね、まあ、だからまあ一本ね誰かタイムリー打てば席を切ったように出てくる可能性もあるし ねただやっぱりこう外国人にとって4番という軸がなかなか決まらない、うんまあ、そういうところもね今辛くのしかかってるかなという感じがするよねねえもう3試合中2試合が 1-0 で負けているっていうそうなんだなかなかねそうなかなかないけどねないですね、はい、ただそれだけ中日のピッチャーもいいということだよねそうですねはい、はい、というセ・リーグでしたはいはい、はい、こうなりましたはい
ということで、はい、こちらは日本ハム対西武は西武が2勝1敗の勝ち越し、はいはい、楽天対ソフトバンクはソフトバンクが2勝1敗の勝ち越し、はい、ロッテ対オリックスはロッテが2勝1敗で勝ち越しました。はい、はい、ということで、うん、まずは日本ハム対西武、はい、ね、日本ハム伊藤大海、加藤、上原、ね、西武の方は今井、隅田、松本、うん、1試合目3対2日本ハム、はい、今井がやっぱすごかったんだけどな今井が7回113球、はい、10安打打たれてる、打たれてる、ね、序盤は全然打てなかったんだけどね、うん、まあだけど2失点をしてしまう、ね、で伊藤も7回、うん、で95球3安打2失点、うん、まあこの中でねやっぱタミヤとか水野とか、うん、しつこいね、うんあだから今井も決して悪くはなかった、うん、あ先発ピッチャー見てちょっと投げ合いを見た時にあ今井はなかなかやっぱ打てないだろうなと思ったの、うん、だけど終盤捉えたね、うん、それで延長になり、ね、マルティネスがサヨナラ犠牲フライでひっくり返したという ね、うん、まあゲームだったんだけども、うん、やっぱ日本ハムのこの粘り、うん、その粘り強さとしつこさ、うん、これはやっぱ本物になってきたね、うんうん、ねえ、まあ、特に下位打線下位打線って言ってるけどもさやっぱこう水野とか、うん、タミヤとか、うん、素晴らしくいいね、うん、美しい。もうここ開幕してからよく名前聞きますね。そうだね、うん、だからもうレギュラーとして扱ってあげてもいいのかなっていう思うけどもね、やっぱもうそのぐらい責任を与えてもいいだろうと思うぐらい、うん、なんか素晴らしかったよ ね、はい、でマルティネスが非常に苦しんでたんだよね、はい、開幕からもう絶不調でさ、ね、まあだけどこうやって試合に貢献できたということで変わってくるといいね、うん、はい、本当そうですよね。こういうねもう最後の決め手というところでね、そうだな、活躍したっていうのはまあそういう決めてほしい選手だからね。まあそうですね、はい、はい、2試合目、はい、加藤対隅田。まあ加藤が良くないね、うん、この前もそうだったんだけども、はい、なんかちょっと簡単なんだよね打たれ方がね、うん、まあ確かにねストライクを取りに行くピッチャーだし、はい、ストライクを揃えたいピッチャーなんだよね、うん、だけどそれがねちょっとあだとなってもう狙われてるというかさ、うん、まあ一方隅田はまあ、7回4安打無失点、はい、ということでもう本当にこのピッチャーは安定感が出てきたね、うんうん、それで、まあ、失点するシーンなんだけども、はい、加藤が、うん、ツーアウトランナーなしから、うん、アギラ、はい、コルデロ、うん、これがね軽打してつないでくるんだよね、うん、一発をブリブリ振ってくるのかなと思ったら、うん、軽打をしてランナー貯めるんだ、まあ、そこで佐藤龍生、うん、ライトへスリーランホームラン。あこんな攻撃ができたら得点力は上がるし西武はやっぱ強いぞっていう印象付けた、うん、でこれで終わらない、うん、続くバッター岸がまたホームランを打つという ね、うん、ねいやだから打線がこういう風に活発化してくると、うん、西武の投手陣がいいだけに、うん、これはひょっとしたらひょっとするよっていうようなそれとアギラとコルデロが対応してきてくれてるからさ、うんうん、だから非常に心強いよね。なるほど、うんうん、だから非常に隅田も安定してる、うん、まあ、アギラコルデロ、まあ、こういうあたりも柔軟に対応してる、うん、若手が思いっきりやってくれてる、うん、もう非常にいいゲームだったと思うよ2試合目はね、うん、はい、で3試合目、はい、11対1西武、うん、上原のね立ち上がりフォアボールフォアボールから始まるんだよね、はい、まあこれではきついなと思ってたのが、うん、また昨日やった佐藤龍生が2打点叩き出すとかなんていうの乗ってるバッターのところに、まあ、打順を回すと良くないね。ただこの下位打線、はい、佐藤龍生岸古賀源田で8打点叩き出してんだよ、うん、逆に言えば日本ハムの投手陣がちょっと下位打線に対してちょっと不用意に投げすぎなのかなっていうのは、うん、まあ、感じがした、うん、なるほど、はい、でこの試合で松本、はい、ね、8回94球1失点というね、うん、まあ
序盤から点をもらえるとこのピッチャーは楽に投げれるピッチャーだよね、うんうん、まあ、自滅するピッチャーでもないし、はい、まあ、コントロールは安定してるしね、うんうん、ただこの試合で相当打順をいじってきたんだ日本ハムが、ね、タミヤを一番にしたりだとか、うん、いやなんかね落ち着きがあるのは、まあ、スティーブンソンがあんまり当たってないから、うん、まあ、タミヤを持っていったと思うんだけど、はい、やっぱスティーブンソン松本吾下位に水野タミヤとか置いといた方がこれで固まると本当に強いと思うよ、うん、やっぱ苦肉の策で打順はいじってきてるけどもあんまりやらってほしくないなっていう、でも現状しょうがないのかなっていうふうには思うけど、こういうのも試してみようみたいなところなんでしょうか、まあ、うん、うん、まあ序盤だからね、うん、こうやって試しっていうのは必要かもわからないけども、うん、キャッチャーの一番って久しぶりか結構相当珍しいことだと思うよ、うん、まあ、そのぐらいタミヤの能力って高いんだけどもね、ねえ、はい、ねえ、で今日は何の日、今日は何の日、はい、万波の誕生日だったんですおめでとうございます、おめでとうございますだけど、ね、こんな試合になっちゃったよね、本当よねえ、だからちょっと残念だったね、うん、はいはい、はい、続きまして楽天対ソフトバンク、はい、ねえ、早川、うん、庄司、藤井、はい、でソフトバンクは石川、モイネロ、スチュアート・ジュニアというね、うん、1試合目6対1、ソフトバンク、はい、石川良かったね、ね、5回86球2安打1失点 ね、やっぱね石川がこのパワーカーブっていうんだけど、うん、これがね縦割れするとね、うん、やっぱいいね、うーん、なかなか捉えられない、うん、これ横ブレしだすと結構ボールになる確率があるんだよ、こう縦割れで縦割れで来てるからやっぱなかなか打てなかったなっていうふうに思うよね、うん、なるほど、で一方早川5回109球、うん、10安打5失点、はい、あ、やっぱ開幕投手を務めたピッチャーにしては、うん、ちょっと簡単に打たれすぎかなっていう、まあこれはしょうがないけどね、はい、ソフトバンクのあの強力打線を見るとさ、うん、で柳田ね、まあ好調です、はい、でソフトバンクが勝つ時には必ず絡んでくる、うん、それと必ず絡むのは先取点とかもう序盤に絶対絡んでくる、だからここをやっぱ抑えないと、抑えられなかったら山川近藤で続くから、うん、から相当きつい打線になるよね、うん、投げてるピッチャーに関しては何度も言いますが次から次へとねっていう感じですね、出てくるんだ、はい、ね、で2試合目、うん、5対4ソフトバンク、まあ投手戦が6回まで続くんで7回1点リードされた裏楽天の攻撃、うん、2つのフォアボールがあったんだけどノーアウト1・2塁、ね、伊藤幸也、はい、ね、これが初球でバントでものすごいいいバントで決めるんだよ、うん、で代打岡島、ね、タイムリーヒット、うん、これ審判に当たっちゃうのは2点タイムリーになるんだよね、うんうん、で逆転、はい、これね今井監督、うん、非常に打つ手打つ手がねすごく流れるように決まった回なんだよ、それだけに乗っていかなきゃいけないんだけどさ、はい、その、逆転、うん、8回だよ、で出したターリーがまたこれもね崩れる原因の一つとしてフォアボールからね、シュートをフォアボールに出し、出したくないランナーですよね、そうだねで柳田、うんが逆転ツーラン、うん、ね、まあ強いなやっぱり、で9回にはまあ1点取った後中村の代打中村、うん、代打に中村がいるんだよ、本当ね、うん、これがタイムリーを打ってまあ2点を取るという、うん、ね、まあ楽天もオスナを攻めてまあ2点を取り返すんだけども、ね、もったいないなと思ってね、うん、せっかくあの逆転につながる流れを非常にみんなで作ったと思うんだよね、うん、監督ははじめ、うん、でその表8回表ここだけをしっかり抑えられたらまあたらればは良くないけどもね、まあ楽天が勝ってたかなっていうような感じがするんだよ ね、まあ監督がね、うん、打つ手がパッパッパッと決まると
大体勝つんだけどさ、うん、やっぱフォアボールからちょっと崩れちゃったかなという感じがするよね。ね、まあ逆を言うと、うん、そうこうね、逆転されてすかさずソフトバンクは逆転したというのか、もう、まあそうだね、もう決め手になってしまったという感じですかね。そうだね、あの打線のやっぱこう組み方だ、まあ、柳田を3番に置き、細川が後ろにいる、うん、いや山川ですね。ああ山川がね、はい、山川がいる、うん、いやここはやっぱ避けられないもんね、うんうん、これが左左って去年までさ、うん、柳田と近藤がつながってたら、うん、まあ2人で1人、うん、同じ左だし、うん、で際どいとこ際どいとこ行って打ち取ろうって、でも後ろに山川がいるっていうことになるとさ、うん、これが2人ランナーだと3点差になっちゃうっていうことを考えるとさ、うん、どうしてもやっぱり勝負に行くんだろうね、うん、まあ2試合目はそういう試合でした、はい、ね、しかし中村もね、山川が来て、うん、レギュラーではなくなった扱いが、うんうん、まあだけどやっぱり自分の仕事としてね、うん、しっかりした仕事をやる男だなっていうのを感じた ね、 ね、うん、立派です。はい、はい、で3試合目、はい、3対2、うん、楽天 ね、 ね、よく勝ちました、はい、本当に9回戦ね、さよならで、そうそう、はい、やっぱり則本がしっかり抑えて、うん、ね、杉大地、こっちもそうなんだけどもさ、うん、杉大地、浅村がサードに行くことによって、はい、やっぱ出番が減ったんだよね、うん、で出番が減ってもやっぱりどれだけいい準備をしとくか、うん、杉大地がね、うん、まあ、それがさよならを打つんだけどもさ、はい、うん、だからまあなんていうのかな、この試合をこの3連戦を振り返るとさ、うん、やっぱちょっと紙一重のところがあるんだよね。そうですね、紙一重のところがあっても、うん、まあ、やっぱこう技術を持った、うん、まあ、ベテランって言ってもいいと思うんだけども、まあ、そういう人たちがいい準備をしてるんだなって、まあ、2戦目の中村にしても、うん、3戦目の鈴木大地にしてもね、うんうん、いい準備をしてるんだなっていうふうに思ったね。でね、庄司、はい、勝てはしなかったけども、うん、我慢してたら勝てるから頑張れって言いたいね。うん、なるほど。いや、あのモイネとの投げ合いっていうのは2戦目だけど ね、うん、ね、また戻るけども、うん、見事だったよ、うん、で逆転してもらった時はすごく喜んで、いや本当嬉しそうでしたよ ね、 ね、うん、であとは任せたんだけども、うん、まあ、逆転されたけどもね、やっぱこのピッチャーが投げてる時とか、まあ、早川とか、まあ、藤井もそうなんだけど、うん、まあ、若いピッチャーが投げてる時は特に勝たしていくことがやっぱチームの力になっていくからね、うんうん、だからなんとかね勝てるように、まあ、頑張ってほしいなというふうに思いますね。すごいコート1安打でね、まあそうだね、8奪三振という内容だったんですけどね、そうそうそう、はい、だ見事だったんだけどね、うんうん、はい、まあ最後、はい、はい、ロッテ対オリックス、うん、ね、ロッテ小島、種市、うん、佐々木朗で、オリックス宮城、エスピノーザ、うん、曽谷、1試合目1対0、はい、ね、小島が両リーグ完封一番乗り、ね、ね、見事だった ね、 ね、で9回107球4安打、うん、無失点という、はい、うん、で宮城が7回106球6安打1失点、はい、決して悪くないんだけど、宮城に勝ちがつかない、なかなかね、はい、で1点は茶谷が4回にライト前に出て、うん、続く岡がツーベースで返すというね、うん、でね、やっぱもあの宮城に勝ちがつかないっていうのは、うん、まあ援護手もないっていうこともあるんだけども、はい、オリックスの主力がもう本当に当たってない、ね、で森頓宮宗、うん、杉本なんかはもう全員が1割ない1割台本当に、うん、で紅林も全く当たってないということで、うん、どっからどうやって点を取るのっていうような、これどうしたんでしょうね、なんかこうどうしたのかね、本当に誰かっていうのであったらこうありがちなんですけど、うん、こうもみんながってなるとどうしちゃったんだろうって思いますよね。いや、そうそう本当に、うん、で昨年の首位打者である頓宮が、うん、やっぱこう当たってないっていうのも大きいな、うん、痛いな、はい、まあ、そういうね、うん、まあ、小島も、まあ、非常にね、うん、
まあ良かったんだけども、うん、本当に、ね、当たってないバッターって思いっきり来るケースがあるから、うん、非常に投げてるピッチャーも楽ではないんだよね、やっぱ警戒するんだよね、まあ、だけど警戒する中でやっぱスライダーカーブ、うん、チェンジアップとか非常にあの低めに丁寧に投げてることが印象的でした。はい、はい、で2試合目、はい、9対1オリックス、はい、え、あんなに打てなかったのが9点取ったみたいな、どうしたのって、ね、まあ、別にいいんですけど、まあ、いいんだけど、いいことなんですけどびっくりですよね、この差に、うん、でね、立ち上がりからね、うん、まあ、谷口を攻撃仕掛けたという、はい、まあ、先発ピッチャーの立ち上がりっていうのは攻撃のしどころがあるという、うんうん、いうようなことで、やっぱ誰が打ったかというと中川、はい、中川あの開幕出遅れたんだよね、うん、でやっとこの3連戦から入ってきたんだけどもさ、うんうん、やっぱ中川が入ってくるとちょっと雰囲気変わるね、やっぱ勝負強いしさ、うん、やっぱケースバッティングもできるし、うん、非常になんかこう打線のつながりを持たせてくれる選手だね、うん、だから中川が最初タイムリーを打って、はい、ちょっと勢いづけたっていう面があるんだよ、うん、まあ、それからはもうどん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 流れるようにね、うんうん、まあ、得点を重ねていくんだけども、はい、種市、うん、あの日本戦で2戦目に投げた種市とはもうまるっきり違った、大絶賛でしたよね。いや種市はね、日本ハム戦はもう素晴らしかったんだけども、うん、今回の種市はまっすぐ走らない、コントロールがばらついてる、これはやっぱ打たれるよ、うん、やっぱね、まっすぐ走らないと変化球振ってくれないもん、うん、まあ、そうなってくるとどん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 自分が苦しくなってきて、まあ、甘いボールを投げ打たれるというね、うん、まあ、非常に悪循環が続いたかな、うんうん、でエスピノーザが2勝目、まあ、やっぱコントロールよく、まあ、丁寧だねこのピッチャーはね、うんうん、だから非常にツーシームとかも力あるし、まあ、このピッチャーは安定的に勝っていけるのかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがしました。で3戦目、はい、佐々木朗希対曽谷、うん、5対2、ロッテ、はい、ね、佐々木朗希、うん、まあ、ちょっと注目したけども、どうしちゃったのっていう 1,2 回だったんだよね、はいはい、非常に安定しなかった、うん、ね、打たれるし、うん、まあ、それは打たれることもあるけどもさ、はい、でオリックスも前の日は9点取ってるわけだからね、うん、まあ、非常に効率よく攻撃はしてたんだけども、うん、やっぱ佐々木朗希の修正力を感じたというかさ、おー、なるほど。で4回5回6回7回、まあ、7回まで投げるんだけど、うん、はい、4,5,6,7 これを完全に抑えるという ね、で7回111球、うん、3安打9奪三振、はい、2失点という、ね、この2失点というのが納得しないかもわからないけども、はい、でも収穫としたら、うん、あれ立ち上がりが非常に悪かったのに、うん、修正できたということが非常に収穫だったかなというね、なるほど、まあ、そんな感じがするよ、はい、で曽谷、まあ、3回71球4失点、うん、まあ、非常に期待してるピッチャーなんだよね、はい、でこのピッチャーも俺は勝てるピッチャーになるなっていうふうに思うのは、うん、やっぱね、ボールの角度持ってるし、角度っていうのは左ピッチャーで右バッターに対してクロスファイヤーというね、うん、まあ、非常にいいボールを持ってるんだけども、まあ、4回に、まあ、佐藤、友杉、池田、うん、まあ、中村が捉えていくんだよね、はい、まあ、池田は今季初ヒットかな、はい、で中村も状態悪かったんだけども、うん、まあ、ヒットを打ってみたいな、うん、まあ、非常に佐々木が勝ったっていうのが大きいね、これやっぱロッテは佐々木が絶対勝たないと上位に行けないというね、うん、そういう使命も持ってるし、はい、やっぱ3戦目に投げるピッチャーっていうのは、まあ、1勝1敗で来たりだとか、うん、ね、まあ、仮に連敗できたら絶対止めなきゃいけないし、うん、まあ、そういう役割も担ってると思うんだよね、はい、まあ、その中で佐々木朗希が勝ったっていうのが、まあ、非常に大きかったです。今季初勝利ですね。そうだね、うん、はい、はい、ということで、はい、ピックアップに行きたいと思います。はい、ではでは、まずセリーグから、はい、はい、今日のピックアッププレイヤーズはこのようになりました、はい、阪神、うん、里輝、近本、はい、ね、ここに本当は大山って書きたいんだけどもね、うん、近本大山のコンビっていうのはすごくいいんだよね、うんうんうん、近本が出て大山が返すとか、うんうん、でも大山がいまいち
まだタイムリーは打ったけどもまだ書けないような状態。まああの大山選手の普段から考えるとというところですかね。そうだね、はいはい、だから普段のあれを戻してほしいなと。なるほど、ね、姿をね、はい、でサトテルは、うん、いいことも悪いことも、うん、なんか今年は一心に集めてるかなという。なんかね、でホームランが打つけどもエラーも ね敗戦につながるようなエラーをしているという、はい、そうですね。だからもう本当はサトテルね、もう切り替えて頑張ってほしいと思うよ。いろんな意味で注目度が上がってしまいますのでねバッティングはいいんだけど守備ダメだとかね言われないようにね、はい、はい、で DeNA やっぱりこの男、うん、で関根も状態いい状態を続けてるんだけどもさ、やっぱこの牧がね、やっぱこう率先してチームを引っ張っていく、うん、そしたらやっぱ勝っていけるなっていうことが非常に分かったジャイアンツ戦だったね。なるほど、はい、はい、で広島栗、うん、ね、なかなかねこの3連戦はねいいところ、いや栗はね本当に耐えて投げてるよ、うん、だから早く勝たせてあげないとこれリズムを失うともう本当に今年勝てないようになっちゃうような、うん、なんかそういう心配すらしてしまう、うん、だから栗がやっぱこう元気で投げてるうちに早く1勝2勝させてあげないとさ、うんうん、ちょっと広島ピンチだよっていうことだよ ね。でヤクルト、はい、ヤフーレ、うん、ね、あ今年の広島の、あ広島じゃないヤクルトの救世主になってくれるかなって思えるような、うん、まあ、安定感のあるピッチャーだよね、うんうん、やっぱ先発ピッチャーがある程度しっかり投げて、うん、ゲームを作ってくれるとやっぱ中のリリーフピッチャーも、まあ、楽なんだなっていうのがよく分かった、うん、やっぱね一進一退でこう打ち合いでこう来て夫婦言いながら先発が降りると、まあ、中継ぎもそのリズムに飲まれてしまうというか、うん、流れに飲まれてしまう、うん、でもヤフーレっていうのはすごく安定してたしね、はい、やっぱ先発ピッチャーが大事だなっていうのを教えてくれたね、はい、で中日、うん、柳、はい、まあ、涌井もそうね、涌井はねもうベテランだからね、もう20年目だから、はい、だから涌井はさすが、うん、でも柳この献身的にね投げてる姿、彼の笑顔勝った時のなんかホッとする、あよかったな柳よく耐えたみたいな、もうほんとね頭なぜてやりたいぐらいのなんかそういう思いがあるよ、はい、ね、で細川、うん、ね、本当にあのずっと名前が出るように頑張れ、本当ね、いや本当にね、うん、まあ、あのホームランも打つことができるし、あの右打ちした、ね、あの打点にはならなかった、相手のミスがついたから、うん、まあ、だけどああいうねバッティングもできる、ね、非常に貢献度高いよ細川ね、はいはい、で巨人岡本、うん、やっぱね巨人としての4番の意地をね見せてくれた、うん、ね、いい姿で野球やってると思うよ俺は、うん、あの悔しそうな顔からね、今日のタイムリーヒット、あのまあタイムリーじゃなかったか、あのチャンスを広げるヒット、うんうん、まあ、坂本がねそれを生かしてくれたけど、はい、ね、先輩に感謝しながらそういう姿をなくさないでやってほしいなと思うね、はい、はい、でパ・リーグで、はい、パ・リーグ厳選されてます、はい、はい、もう厳選しました、悩みましたが、ね、まあ、西武は佐藤龍世、うん、はい、ね、なんか打てない西武に対して救世主が現れたような、まあ、見事なバッティング、うん、で若い人は思い切りいいしね、うんうん、もうそれを本当に続けてほしいと思うよ、うん、あの勝負強かったしね、はい、この3連戦では、うん、だからもう続けるように、ね、はい、佐藤龍世、うん、でオリックス中川、うん、ね、打てない中で、帰ってきました勝負強い男が、はい、ね、PL 最後の戦士と言われてるね、うん、だから、打線をねもっともっと活発にするように頑張ってほしいと思います、ね、引っ張っていかないとね、もうオリックスの打線をね、はい、そうだね、はい、はい、で日本ハム加藤、はい、何やっとるFA で残ったじゃないかってね、うん、優勝するために残ったんじゃないのかって、うん、だからもうね投球のねスタイルがもうバレバレなんだよね、うん、だからもう少し慎重に入るとか、うん、やっぱ少しパターンを変えた方がいいかもわかんないね、うん、もうパターンが読まれてるから、うん、だから少しあのストライク取るにしても揃えないとか、うんうん、3球のうちに追い込むとか、うんうん、今は2球で追い込もうとするからさ、だからちょっと苦しいかなっていう自分がね、
なるほど、うん、だからちょっとスタイルをこうもう一度考えた方がいいの。フォアボール出してもいいんだよって、はい、フォアボール出さないピッチャーですからね。そう、なんか意地でも出さないみたいな意固地になってるのかなって思うぐらい、うん、出してもいいんだよって、うん、もうね、出さないと逆に自分が苦しいんじゃないのかって思っちゃうんだよ。なるほど、うん、そのぐらいの余裕を持って投げてほしいと、うんうんうん、で楽天、はい、庄司、うん、ね、素晴らしいピッチングを見せてもらったと思うよ、うん、でやっぱこう潜在能力とかもね、うん、高いものを感じたし、うん、だからやっぱ続けてほしいのと、はい、やっぱ楽天エースに育てたいと思うピッチャーだと思うんだよ、ね、はい、だから野手陣もね、それ必死にやってるのは分かるけども、うん、絶対このピッチャーが投げてる時は負けないってい いう強い気持ちを持ってね、うん、まあやってるけど、まあね、負けないって毎試合思ってるんでしょうけど、うん、そうね、うん、まあその気持ちは継続してほしいなって、ね、特にってことですね、はい、はい、ソフトバンク、はい、さすがです、柳田やっぱね彼は違うな、うん、あ、だからあのクライマックスシリーズの時に負けたら俺のせいにしていいからっていうふうに言えるぐらいの選手だね、うんうん、だから山川が入っても近藤が入っても、うん、やっぱり柳田すごい選手だなと思った、改めて ね、はい、でロッテ佐々木朗希、自分の殻を破ってほしいなと思って、うん、今日はね長く投げることもできたし、うん、100球超えて投げることもできたから、うん、だからこれ最多球数じゃないのかな、プロ入り。そうですか、多分ね、うんうん、だからやればできる、うん、ね、やらないとメジャーに行っても通用しない、うん、ね、だから3連戦の3試合目に投げるんだから、うん、だからそういう、 こうチームを支えるような、うん、まあ、ピッチング今日は見事だったけど ね、修正能力を、うん、すごく感じた。また今までと違った佐々木朗希投手を見た感じですね、見ていけるのかな、まあそうだね、っていう感じでしたかね。また見たいしね、うん、はい、はい、まあ、そういう3連戦でした、はい、ね、うん、まあこれからね、まあ、疲れもねだいぶ溜まってきてるかな、少しね、そうそうとね、そうそうとね、またこれからね、4月暖かくなってきて、そうだね、まだちょっと雨が降ったりもするんでしょうけど、まあ、天候不順だしね、うん、まあ気温差も不順だし、そうそう、まあだから体調に気をつけてね、うん、頑張ってください、はい、またいい試合を期待してます、はい。